皆さん、こんにちは。テック専任講師の弁理士の高田珠美と申します。今日は、弁理士試験に見事合格なさった、松岡智博さんをお呼びして、合格者対談ということで、二人でお話をしていきたいと思っています。松岡さんは、昨年度の弁理士講座の1年合格ベーシック講座、この名古屋の講座で勉強なさって、一発合格をなさったという、方になっております。松岡さん、こんにちこんには。ちは。今日は、お忙しい中いらしていただいてありがとうございます。それから、改めてということにはなりますが、弁理士試験合格、本当におめでとうございます。ありがとうございます。はい、すごくよく頑張りました。はい。で、この動画をご覧になっている方は、これから弁理士試験に挑戦してみようかなという方であったり、今実際に弁理士試験に向かって勉強なさっている方、いろんな方がいると思います。で、いろんなことをお知りになりたいと思いますので、今日はそういう方にいろんな情報をお届けできる場にできたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは松岡さん、まず自己紹介をいただいてもよろしいですか？松岡智博と申します。現在、特許事務所に勤めております。令和5年度の弁理士試験に合格しました。よろしくお願いします。お願いいたします。はい。松岡さんは特許事務所にお勤めということなんですけれども、まあ、そうですね。どうして特許事務所に勤めてみようって思われたかとか、あと、資格って世の中にいろいろあると思うんですけれども、その中でも、弁理士を目指そうと思ったのに何かきっかけがあったんですかね。ちょっとこのあたりを教えていただければと思います。私は特許事務所に入所する前は、メーカーの研究開発職をやっておりまして、で、ずっと、キャリアに悩みながらというか、本当に向いているのかなと思い続けていたんですけれども、まあ、ようやく転職する決心がつきましたというか、そのタイミングがあって、で、なぜ弁理士を目指そうと思ったかというと、学生時代に、卒業論文であったり、修士論文っていうことを書いていたんですけれど、書いていたんですけれども、まあ、そこで文章を書くの得意なんじゃないかなっていう経験があって、まあ、そこでどういう仕事があるかなということを調べるうちに、東京事務所と、弁理士という資格を知りました。なので、特許事務所に転職したいなと思って、じゃあどういう資格がいるかなっていう時に弁理士を目指そうということになりました。そうだったんですね。確かに特許事務所のお仕事ですと、特に特許の仕事を中心にやられるということになりますと、特許出願のための書類をたくさん作ったりというところになりますのでね、まあ、文章を書く機会がとてもある仕事ということになりますので、そこでちょっと目指してみようというふうに思われたということですね。そうですね。ありました。では、そうですね。特許事務所に勤めてみようと思って、そのためには弁理士をちょっと頑張って目指してみようかなって思われたんだと思うんですが、まあ、勉強の資格を取るために勉強しなければいけないんですけれども、その上で、いろんな受験機関だったり、通信教材などあると思うんですが、その中でレックを、お選びになったのには何か理由があるんでしょうか？そこは一番は合格実績で選びました。一年でも早く資格を取得したいなというポイントがありまして、で、特許事務所に入所した後に、より良い子を選びを始めたので、そうだったんですね。周りの弁理士さんに聞いてみると、レックを受講された方っていうのも多かったですし、あとは、そうですね。
愛知県内に住んでいるんですけれども、通学できる範囲に、本校があるのがレッっていうこともあったので、やはり通学の方がモチベーションを維持しやすいのではないかなと思っていたので、最終的にレックを選びました。そうだったんですね。はい、そうですね。愛知県内にお住まいということですので、レックの名古屋は名古屋駅のすぐそばにある学校になりますので、通うこともやりやすいだろうということそうですね。通学しやすい、位置にあると思う。わかりました。では、レックで勉強を実際に1年合格ベーシックコースは5月から始まりますけれども、そこで実際に勉強を始めてみたところ、そのレックの勉強の進め方だったり、カリキュラムの組み方ですね、あと、教材使いやすかったとか、どういう教材が良かったとか、そういうお考えは何かありますか？レックは、確か3回転学習法っていうのを取っていはい、て、そうですね。具体的には入門講座の次に、論文基礎力はい。完成法ですかね。そうですね。で、二そ次試の、験対策を先に知識入って。の後に、一次試験である担当試験の対策っていうところ、まあ、同じ箇所を、まあ、3回転で学習するっていう方法だと思うんですけれど、やはりそれが良かったんじゃないかなと思っています。公立の勉強するのは、今回初めてでしたので、そうですね。大抵の方が、そうですよね。そうだと思二います。次試験を目指そうって方は、大抵の方が初めて法律の勉強することになると思います。なので、ちょっと不安ではあったんですけど、まあ、3回転で学習すると、こう、定着もしやすいと思うので、結果的にその方法、カリキュラムが良かったのかなと思います。やっぱり法律って一度勉強したからといってすぐ理解できたり覚えられたりというわけではありませんもんそうです。ね。特許法だけで言っても200条以上の条文があるっていう大きな条文になりますから、やっぱり一度勉強しただけではなかなか身につきませんし、どうやって勉強するっていうのも独学ですとなかなか難しいですよね。独学では難しかったでしょうね、なんか。一条から順番に読んでいけばいいのかって言ったら、それもなかなか骨が折れる勉強のやり方になりますしね。入門講座というところで、まず、基礎的なところを、もう広く俯瞰するような講座が、まず1回転目のところでありまして。で、2回転目のところで、ここで先に論文対策ですね、二次試験対策講座をやるんですけどね。で、これは、その条文の使い方っていうんですかね、それぞれのいろんな制度があるんですけれども、それの趣旨だとか、そういうところを、まずしっかり身につけて、いくといったところの勉強をまずやって、で、最後に担当試験の対策ですね、一次試験対策といったところで、法律のもうそれこそ一条一条細かいところまで見て、もう間を全部ぎっしり詰めていくっていう勉強のやり方をやるといったところになりますので、本当、松岡さんおっしゃったように、3回勉強する機会があるという、そういう感じがして、そこが進めやすかったといったところですね。ありがとうございます。そうですね。では、実際の、勉強もですね、どんな感じで進めていたのかなっていうのをちょっとお聞きしたいんですけれども、まず、弁理士試験は一次試験が担当試験、二次試験が論文試験といったところになりますが、まず、一次試験の担当試験対策ですね。ここで、一番注力したことだったり、一番よく使った教材だったり、そういうものがあれば教えていただけますか？まず、その、新しいところを学んだ後というのは、やはり、講義で習ったところの復習、単語、テキストであったり、
のを、家でもう一回読み直す。そういうところから始めて、ある程度、その全体的に学べた後は、法文集ですね。条文集を繰り返し読むという勉強を、結果的に最後、注力したのはそこでした。そうですね。弁理士試験の範囲の条文が、集まった条文集、法文集と呼ばれるものがあるんですけれども、そこに、主軸を置いて、条文を読み込むっていうところに、注力をしていったといったことになるんですかね。はい、そうですね。過去問も解きつつではありますけれど、その条文を読み込むことがメインにはなっていました。なるほど。条文はなかなか読んでいく、読み進めていくことが難しいという方も結構いらっしゃるんですけれど、そのあたり何か工夫なさったりとか、いや、そんなに苦にならなかったよとか、なんかそういうことあれば教えていただきたいんですけど。はい。まあ、やっぱり、苦ではあるというか、まあ、ただただ文がこう、ですね、細並んでかるだいけでですはあるのね。たくで、さん書いてあっはて、い。大変ですよ大ね。変ではありますけれども、まあ、私は高田先生の講義を受講していたんですけれども、その、まあ、講義の中で、こう、マーカーを引きつつ、情報を見ていくんですけれども、マーカーの引き方もこう、単にこう、重要なところを赤で引くとか、そうっていうだけではなく、なんというか、その条文の中に出てくる主体は何かとか、時期のことを言ってるのかとか、そういうのをこう、色分けしつつ、そうですね。色分けは講義の中で説明させていただきました。で、それをこう、条文に、まあ、しながらやっていたので、その条文を見返したときに、こう、メリハリがついたというか、全く、こう、無味乾燥な条文だと、もっと苦痛だったかもしれないですけど、こう、なんていうんですかね、どこをちゃんと見なきゃいけないのか、メリハリをつけられたと思います。はい。なんかその本当、条文の内容が本当、担当試験ではすごく聞かれてきて、もう条文の内容が9割くらい占めているかなというふうに、私自身は考えているんですけれども、そこの勉強を、ね、しっかり進められたといったところにありますね。でも、条文読み進めるの、そうは言っても大変だったと思うので、とても頑張られたんだと思います。論文試験の対策としては、どんなところに、注力していらっしゃいましたか？はい、そうですね。何ですかね。論文試験は、判例であったり、裁判例であったり、その条文の立法趣旨ですね。っていうところが、もう問われることになるんですけれども、そういった趣旨であったり、裁判例っていうのも、レックの論文、対策用のテキストであったり、あとは入門講座のテキストにも結構重要なのは特にこう載せられてあったりするので、それはかなり活用した覚えがあります。はい。そうですね。大事な判例、論文テキストにももちろん載ってますし、入門の段階でも結構紹介されているのを見ましたよね。そうなんですよね。入門講座って入門っていう名前ついてるんですけれど、簡単っていう意味じゃなくて、そう本当そうの基礎の基礎をやるといったところなので、結構高度な内容もテキストに載ってきているんですけれども、まあ、そこをまず最初の入門講座という段階でやっていくといったところも大事なことかなというところですね。とは論文試験なんでこう論述を自分でしなければいけないんですけれど、まあ、ここ、まあ、名古屋本校ですけど、名古屋でも、そういう論文試験に特化した講座っていう
まあ、エルゼミという講座があったんですけれども、そちらを受講していまして、そこでは、論文の書き方ですね。書き方も、指導をしてくれて、新しい問題にも毎回触れられるというところで、そこも、はい、かなり受講していたのも大きかったと思います。なるほど。1年合格ベーシックコースを、まあ、主にして、はい。エルゼミを追加して、論文の対策を強化していたといったところになりはい。ね。では、その1年合格ベーシックコース、私が担当させてもらった講義になるんですけれども、その講義の様子だったり、あとクラスの雰囲気ですね、仲良くなった方とかもあったかと思うんですけれども、そのあたり、講義の内容や雰囲気ですね、そのあたりちょっとお話しいただけますか。はい。講義の内容からお話しすると、先ほどお話し、少しお話しましたけど、条文を、まあ、時期によって変わりますけど、条文を一つ一つ見ながら、線を引きながら、一つ一つ見ていったりっていう、講義の進め方でもありますし、はい、そんな感じでした。あと、クラスの雰囲気は、私が受講していた頃は、まだ、コロナウイルスの感染症が落ち着く前なのかも、まあ、微妙なところであったので、そんなに受講生間の交流っていうのは、そんなに多くはなかったですけれども、ただ、まあ、私、本当に何人か、はい、仲のいいというか、一緒に来て喋るような、お昼一緒に食べるような友達はいましたね。はい。なので、まあ、ね、まあ、今年とか来年になって、もっと交流が、受講生間の交流が増えるかもしれないですよね。はい。まあ、やっぱり仲のいいお友達もできたということで、そこはやっぱり通学の講座の一番の利点といったところになりますね。やっぱりなかなか勉強大変ですので、ちょっとね、お昼ご飯食べながら励まし合ったり、はい、どんな風に勉強してるか情報交換したりできるのはとてもいいことですよね。あとそうですね。まあ、弁理試験、3次試験にあたる口述試験は、どうしても受験生間と問題を出しながらっていう勉強法になるので、口述試験に向かうところで結構連絡を取るようになったりもしたので、そういう意味でも、やっぱり受験仲間がいると、助かるかなとは思います。そうですよね。3次試験の口述試験は本当、口頭で質問をされて、それに対してこちらも口頭でその場で答えていくっていう、そういう試験になりますから、その質問されたり、そこに答えたりっていうところに慣れていかないといけないですからね。やっぱりで、受験生同士でそこを、問題を出し合ったりっていうのは、すごくいい勉強のやり方だと思いますので、連絡を取り合ってそれができたっていうのは本当に良かったですね。そうですね。よかったですね。やっぱ、問題を読んで理解するのと、聞いて理解するのが、そうですよ全然ね。違うなっ全然て。違うんですよはい。ね。一次試験は、単答式試験、マーク式の試験ということになりますので、問題もなくて、そこを頭で考えて書いたりして、考えて、で、答えを選んで、マークシートに塗りつぶしていくっていう試験ですし、論文式試験は本当、論述していくというところで、こちらも頭で考えて、どういうことを書こうかということを、答案構成という形で整理して、それを答案に載せていくといったところで、そこまでは本当考えて、何かに書いてっていったところで知識を整理していくわけなんですけれども、やっぱそこ、口述試験全然違うんですよね。ね、お話をして、試験官の方とこう対面で試験を受けるということを、すごく緊張もしますしね、やっぱりそこは、友達同士で問題出し合って、慣れることができたっていうのは、本当に良かったですはい、はい、ね。よかった。
では、最後になりますが、松岡さん、見事、弁理士試験合格なさったということで、今後の目標何かあればということと、これから弁理士試験を目指そうって思っている方にメッセージがあれば、ぜひお伝えいただけないでしょうか。はい。まあ、2023年の11月に合格はしたんですけれども、まだ弁理士として登録はされていなくて、実務研修を受けなきゃいけなくて、まあ、このドルを取っているところでは、まあ、実務研修のさなかなんですけれそうどですね。も、はい。まずは弁理士登録ちゃんとされるまで、頑張りたいなっていうのと、まあ、登録された暁には、弁理士ってこう、まあ、特に特許事務所に勤めていると、まあ、事務所でというのもあるけれど、一人としてこう、仕事を見られている気もするので、まあ、この人に任せられるような、と思ってもらえるような弁理士になりたいなという、はい。これが目標ですね。はい。あと、これから弁理士試験を受験される方っていうことで、まあ、かなり難関な試験であるのは間違いないと思います。今年、私が受験した年も最終合格率が6%台だったそうですね。ので、まあ、受験するかどうか迷われている方もご覧になっているかもしれないですけれど、やはり試験に受かると、それだけで自信になるというか、まだ、はい、さっき言ったように登録はされてないですけど、やはり難しい試験に受かったっていうので、自信にはなると思いますし、はい、達成感だったり、そういうのも、得られる自信になると思いますので、ぜひ挑戦してみてほしいと言いますか、はい、頑張ってほしいなと思います。はい。ありがとうございました。では、実務修習も始まっていて、お忙しい中、今日はいらしていただきました。本当にどうもありがとうございました。ありがことうごれざいまです。対談を終わります。